ニノ散歩。ニノ散歩第5回目の撮影に来ています。場所は三軒茶屋の南口 A 出口です。おはようございます。よし、ともちゃん、これ懐かしくない？これ思い出す。ツーリングでしょ。あ、そうかそうか、ツーリング一緒に行った時にこれだったっけか。そうそうそう、大体これだったよ。今日は松尾紹介。もう僕が入団して間もなくぐらいからすごく可愛がってもらってるというか、いろんなタイミングでお世話になってるおじさんがいるんですよ。そこでね、お茶飲みながらいろんな勉強させていただきました。駅からこれ何口だったっけ。南口か。で、はい、それを出たら2分ぐらいで着くかな。では行きます。はい。腹減った時に、前ここに駆け込んでね、うな重食ったんだけど、結構うまかった。へー。ともちゃん、もう松尾って頑張って。はい、はい。で、ここの2階です。こんにちは。こんにちは。久しぶりです。お久しぶりです。お楽しみです。今日はバージョン2のサンプル持ってきたよ。あ、ありがとうございます。なんだよ、硬いぞ。そうですか。現茶硬いよ。自然な雰囲気で。そうそうそう。じゃあ自己紹介お願いします。あ、はい。有限会社松尾紹介の、松尾源と申します。よろしくお願いします。あ、パパが来ました。お兄ちゃんですか。違うか。ちょっと違います。僕がね、読み教入ってもう間もない、もう右も左も分かんない時に、もうバカな若者に対してね、温かいこう言葉でね、優しいもうアドバイスをいつもやってくれる峰尾さんです。今役職どんな感じになってるんですか。まあ、うちはもう役職なさと、まあ、お父さんと、お父さん、お兄ちゃん、そうそう、弟、そうそう、そういう役職らしいです。今日なんかちょっと立てらんないぐらい痛いらしいですけど、そうなんです。大丈夫ですか。大丈夫じゃないです。膝大丈夫。恥ずかしい。いえいえいえ、立派なご老人です。あ、でもね、ともちゃんね、順番だからね、俺らも必ず来るから、この膝の痛みは。ちょっと待っててください。ということで今日よろしくお願いします。あとね、紹介したい高一点の方がいらっしゃるんですよ。岩田さんいらっしゃいますか。かんちゃん。はい。はい。僕のね、癒しの女神、岩田さんです。もうちょっと寄って。もう、もうちょっと寄って。せっかくだから。ちょっとね、汗かいてるけどね。いつもね、優しい声で電話対応してくれたりとかね、すごい細かい気遣いをいただいてます、岩田さんです。よろしくお願いします。大きい声でお願いします。よろしくお願いします。岩田です。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではでは、ありがとうございます。はい、はい、じゃあね、こうやってディスプレイとかありがとうございます。いえいえ、とんでもないです。おかげさまと、すごい注目が集まってのバージョン2。あ、これは噂の。はい、噂の、はい、また音良くなりました。はい、素晴らしいです。で、さらにこのオリジナルも音が良くなったんですよ、実は。あ、対応されて、はい、はい、そうです、はい。まあ、それも後で商談の時にがっつりお願いします。ありがとうございました。はい、で、それの前に松尾紹介に来たことない方に松尾紹介の魅力っていうのを。はい、松尾紹介は三軒茶屋でもう今年で40周年になりますね。で、ちょっと本当は40周年の企画とかなんかいろいろやりたかったんですけど、こういう状況なので皆さんにお知らせできるようなことはできてないんですけど、まあ、なんかやれたらいいなとは思ってます。で、松尾紹介っていうのはオールドだったりモダンだったり楽器とか弓をメインで扱ってる店舗になりますね。あとはヨーロッパのすごい鑑定の権威の人とかを呼んで年に2回ぐらい鑑定会を行ったりとか、そういう古い楽器にかなり力を入れてる会社になります。はい。ともちゃん、
弓もすごいんだよ、ここは。あ、そう。弓はね、もうほんとね、峰尾さんがすごい弓持ってるから。へえ、はい、今日見せてくんないかもしれない、すごすぎて。へえ。あとは、こういうなんかおしゃれな、あ、はい、ね、うん、こういうものってどうやって手に入れたりするんですか？この辺は、まあ、社長が海外のオークションとか買い付けする機会とかあった時とかに、うん、昼紹介のケースとかが出てくることがあって、そういうのをあのオークションで落札したり、そういうのがメインですね、はい、それ欲しいなっていう時って買えたりするんです？この辺はね、非売品なんです。あー、そうなんだ。ディスプレイ、そうなんだ。そうなんだ。ダメだって。ちょっと狙ってたんだけどね。ミネオさんに頼んで、僕あのイギリスでフルオーダーして、うんうんうん、あのビオラのケースを作ったことあるんです。あ、はい、うん、でそういうのにも対応していただけるんですよね。そうですね、ティミーさんとか。はい、あのやってます ね、はい、あの型紙までね、ちゃんと作ってもらって、うんうん、でオーダーしてね、愛着湧きますもんね。湧きますね、オリジナルだと。そうなんですよ。で、その大事なね、ケースの革の部分に、僕が大好きなね、指揮者のね、テビル・カーノフがね、自分で似顔絵描いてくれて、唯一無二のケースですね。そうです、もう一生もののケースですね。いいですね、はい、うん、だからケースにも力が入ってるんですね。そうですね、弊社はバムのケース、まあ、日本で初めて輸入販売した会社なんですけど、その他にも後ろにこうやって写ってるんですけど、イタリアのマウリジオ・リボーニっていうケースだったり、そうですね、このバムとリボーニがうちはケースはメインで、うん、あのやってるケースになりますね。両方ともすごいあの作りがしっかりしてて頑丈で、まあそういうある程度高い楽器だとか入れたとしても、まあ安心してもらえるということで、うちも販売してるって感じですね。このリボーニってすごく軽いけど木で作ってるんですよね。あ、そうですね、結構家族経営に近いようなところなので、うん、そこでベニヤでもう型をもう手作業で作って、うん、だからもうほとんど手作りに近いですよね。だから、まあ、お値段はねある程度するんだけど、うん、しっかりしてますもんね。そうですね、長持ちするっていうか、うん、で、あのこのカバーもしっかりしてるし、何しろ軽い。そうですね、このボディで圧倒的な軽さですもんね。そうです ね、でシンプルな中にもちゃんとこうやってデザインも入ってたり、おしゃれだし、うん、あのすごい立て付けもいいので、もう使ってて楽ですね。ガタが来ないし、ね、そうですね、うんうん、バム、そうだね、バムも新しいの出ると買っちゃう。社長ケース好きだもんね。ケース大好き。もう最高に集まってた時は多分10個ぐらいあるんですよ。すごい、うん、今だいぶね、あの生徒さんに取られちゃってね。先生いいなーって言ったらあげるあげる。まあしょうがないっつって暇いいですね。もうね、まあしょうがないですよ。工房とかも後で見せていただいて、はい、はい、じゃあとりあえず店内をちょっとともちゃん写してあげてください。ショーケース結構中身は入れ替わっていろいろな楽器入れるんですけど、まあ、うちがずっと長いことやってるコラットベリーっていうクレモナの、あのジオガッタモラシーさんの、まあ、お弟子さんの楽器を今は入れてますね。まあ、とにかくなんかズバ抜けてすごい上手なんじゃないかなっていう、もう社長がその腕に惚れ込んで、まあ、ずっとやってる楽器です。あ、そうですか、はい、あとは、まあ、チェロとかバイオリンが今ずらっと並んではいるんですけど、初級も始め、これから始める方向けの楽器ももちろんですけど、モダンオールドの楽器もあのかなりの数取り揃えてますね。初級者向けだと大体おいくらぐらいからご用意があるんですか？セットの楽器とかだと、あの鈴木バイオリンさんの取り扱っているんですけど、あとうちはあのメインであのチェコのアコルドクビントっていう楽器をもう30年以上やってて、品質が本当に安定してて本当にちゃんとした楽器を作ってくれるので、ずっとお取引してますね。その楽器とかはもうバイオリンで単体で前歴価格だと15万円からまあ40万円くらいまでの幅で あのありますので、まああんま穴がないようにある、はい、取り揃えてます。あ、社長帰ってきた。いや、ちょっとね、峰尾さんとね会うとね喋りたくなるんだよね。いつもね楽しいお話を聞かせてくれるんですよ、ね、社長さっき言ってた、うん、あのあこれ、ね、大好物あるじゃないですか。こういうところちょっと映してくれる。これですよ、この余裕というかさ、綺麗ですよ ねちゃんと細かく細工してあるじゃない。こういうとこもさね、コ
これね、一家にしては欲しいでしょ。これね、あの別に手持ちしようとは思わないけど、ね、うん、これでね仕事場に行こうとは思わないけど、やっぱお家に戻ってたまにちょっとこう楽器入れてさ寝てるっていうのもいいよね。もうこうやって置いてあるだけで絵になってますもんね。そうだね、うん、綺麗。この色も珍しいね、バム。モノグラムっぽい、うん、なんかバムってカバンとかそういうのもやってるので、うん、カバンとかでもこういうモノグラムのやつとか作ったりとか、うん、そういうのは意識してるようなやつありますね、うん、これさ、もうほとんどもうアスリート用じゃない？すごい、こんなの今あるの？すげえごついよ。でも見て、これほら、これまずついてる。これ何のため？バムって最近そのスポーツラインみたいのもかなり力を入れてきてて、なんか自転車を収納するカバンとかも作り出してて。ちょっと待って、自転車を収納する収納するドラムのハイハットとか入れるようなやつにこうやって入れて持ち運べる用のカバンとかも作ってて、だからそういうアウトドアラインとかもかなりやり出してるみたいで、その意識が強い。山にも持っていけるケースって感じですね。僕はあの未だに単車乗ってるんですよ。あ、はいはい、だから単車乗ってる人とかはね、あのチャリンコとかね乗ってる人にはまあいいと思う、うん、これ多分これ止水ファスナーになってるのかな、もしかしたら。なってないね。普通のあの、まあじわーっと入ってくるかな。あの棚の上の方にあるバムってのかわいいじゃないですか。そうですね、これあの一番新しいラインで、あのバムフランスっていうちょっと高級仕様みたいなケースが最近出ていて、なんか、まあ、このラインは本当にブランドバッグみたいのとかキャリーケースとか iPhone ケースとかいろいろ出してるんですけど、そのラインの中のケースの一つですね。これも同じラインの、あのケースですね。あ、なんかすごい刺繍が素敵、うん、結構今までのバムの中でも結構斬新なデザインなので、うん、かなりお声がかりはありますね。あの、何ですかこれ。おしゃれだね。まだそんなに日本でも入ってきてる数少ないと思うんですけど、うん、まあ被らないので、うん、ぜひおすすめです。これ結構目立つね。そういえばさ、マッチョ紹介ってネットショップ始めたよね。始めましたね。あ、そういうのにもこれだ、あの掲載してますね。あ、はい、やっぱりこのコロナ禍の中で、うんうんうん、なかなか家から出るのがちょっとね怖いって方もいらっしゃると思うので、うん、そういう方にも安心していろいろ商品を見て楽しんでもらえるように、あのそういうのを今作ってありますね。はい、後で URL 概要欄に貼り付けますんで、はい、あの気になる方はぜひぜひこの商品とかね、はい、この商品とかね、ここら辺も大丈夫？そうですね、載ってますよ。全部載ってるらしいんで、はいはい、まあ、チェックしてみてください。はい、ぜひぜひ。はい、峰雄さんと喋ってた時に国体いっぱい買ったんだけどさ全部使えないんだよねっつってぼやいてたの覚えてるよ。メロスって竹谷にやってるの、はい、ここの社長はチェリストラーセンとか、そう、ラーセンの社長 ね、俺たちもプレイヤーでね製品作って頑張ってます。同じですね。これできちゃったんだけどどうやって売ったらいいのっていう相談をまさに峰雄さんにしたんですよ。社会人やったことないわけじゃん。納品書の書き方、請求書の書き方、もうそこからだったそんなとこまで教えていただいたの。そう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 、普通のメトロノームってやっぱこれぐらいの大きさ、これぐらいあるよね。なるほどね、可愛らしい。これも、ね、インターネットで今掲載はしてないです。これ多分ネットで売れるよ。次は工房、こんなになっちゃうんだよやっぱ。工房担当させていただいてます橋本と申します。ちょっと思いつく記憶に残るひどい修理、地震、神戸の震災で、はい、あのピアノに潰されて、ピアノだったらもう本当に粉々ですよね。そうですね、乗っていたが何枚にもピースになって、それもうほとんどパズルじゃないですか。そうですね、パズルでしたね。